こんにちは、TDSW YouTube チャンネルです。今日の動画はオブジェクトチョップというチョップを紹介したいと思います。昨日デリバティブのフォーラムを見てたら、マシュー・レーガンさんという方がいて、タッチデザイナーのチュートリアルをすごい昔からたくさん上げられてる方なんですけど、そのマシューさんがオブジェクトチョップは私の中でも扱うのが難しいチョップだみたいな記事を書いてて、その中でオブジェクトチョップの用途をいくつか紹介していました。その中に、ある物体に対する物体の距離を取れるっていうやり方があったので、それを紹介します。どういうことかっていうと、中央のオブジェクトに対してこの4つのスフィアがそれぞれどのぐらい離れているかっていうのを1つのチャンネルで取り出すことができます。それを紹介していきます。まずオブジェクトチョップを見てみましょう。チョップの中にオブジェクトチョップあります。こうやって見てみると、何かしらジオメトリの、位置情報とか回転とかサイズを取れるんだなっていうのがわかると思います。ジオメトリーを置きます。ソップをつながずにジオメトリーを置くとドーナツが出てきます。トーラスって言うんですけど、私はドーナツって呼んでます。このオブジェクトチョップのターゲットオブジェクトのところにこれを入れてあげて、オブジェクトチョップのアウトプットのコンピュート、何を表示しますかっていうのをメジャメンツ、計測に変えてあげて、変えてあげると、このドーナツがいる場所、XYZ000 ですね、が取り出せます。なので、このオブジェクトの位置をこうやって変えてあげると、その通り、オブジェクトチョップの方にも反映されます。このドーナツを、とオブジェクトチョップのセットを3つ用意します。で、ジオメトリー2の方のドーナツと、3の方のドーナツの場所を適当に変えてあげます。適当です。はい、こんな感じでこのジオメトリービューワーの中にバラバラになるように置きました。そしたら、どのオブジェクトに対してこの3つの距離を取るかっていう、そのリファレンス、参照するオブジェクトを作ります。ジオメトリーコンプを置いて中に入ります。この中のトーラスをスフィアに変えましょう。で、レンダリングフラグとディスプレイフラグをオンにして、すると、出てきました。ちょっと大きいので、大きさを適当に変えます。はい。この、じゃあ、参照するジオメトリなので、レファレンスジオって変えてあげて、この緑の丸に対してそれぞれドーナツはどのぐらいの距離あるかっていうのを一つのチャンネルに取り出します。このリファレンスジオの方もオブジェクトチョップして場所を取っておきましょう。はい。で、アウトプットをメジャメンツに変えてディスタンスにする。あ、ディスタンスじゃない、ポジションにする。はい。このコア真ん中、000にあるので、それで OK です。じゃあ、この3つのジオメトリを、ジョインチョップを使って、1つのチャンネルにまとめます。XYZ で1セットのものが3つあるっていう感じで、XYZ で1セットのものが、1、2、3、3つあって、それを、1つのチャンネルにするのが、ジョインチョップ。そしたら、オブジェクトを、リファレンスジオの方もこの比較する個数分必要なので、これ1個しかないので、ストレッチチョップを使って、無理やりサンプルの数を増やします。今1サンプル分しかないので、グラフにもなってないんですけど、ここを、スタート0のエンド2、0、1、2ですね。ですると、こういう風に、定数なので、傾きとかないんですけど、同じ
XYZ の値を持つチョップが、3サンプル分できたっていう感じになります。じゃあこのジョインチョップとジョインチョップの先にごめんなさいヌルをつないでターゲットポジションにしてあげて、このリファレンスジオからやったオブジェクト比較するオブジェクト数分サンプルを増やしたこのストレッチチョップのアウトのヌルをリファレンスポズにします。レフポズ、そしたらオブジェクトチョップを置いてあげて、上の方にこのドーナツの距離セット、下の方に真ん中のスフィアのチョップを入れてあげて、チャンネルじゃない、アウトプットするものをディスタンスに変えてあげます。ポジションを切ってディスタンスだけに変えます。そしたらチャンネルの方で1個しかこれ取れてないので3つ取るためにスタートスラッシュエンド、アウトプットレンジを自分で設定できる設定にしてあげて、スタートとエンドの単位をデフォルトだとセカンズになっちゃってるのでサンプルに変えます。このままでエンドを2に変えてあげます。これでオブジェクトチョップで一つのチャンネルの中であるオブジェクトに対するそれぞれの複数のオブジェクトの距離を一つにまとめて出すことができました。チョップトゥーダットを置きます。はい、取れてますね。じゃあダットビューアーってやんの、はい、あ、見づらい、ちっちゃいけど、あ、これで、ドーナツの位置をなんかこう動かしていくと、まあ、ジオメトリー1とこのスフィアの距離が、0の時は0で、いろんな方向に1離れるとこんな感じで、この真ん中のスフィアに対するそれぞれのドーナツの位置が変わると、こうやって一つのチャンネルの中にまとめて取り出すことができるようになりました。これを応用させて、こういうのを作ってみました。この真ん中のスフィアに対する、距離を一つのチャンネルに取り出して、インスタンシングしたスフィアのスケールのテンプレートデータに入れるっていうのをやると、こういうのが作れます。この作例のダウンロードリンクと参考にしたマシューさんの記事のリンクは概要欄に書いておくので参考にしてみてください。ということで今日はオブジェクトチョップの解説をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。